テイスト・オブ・ジャズ。皆様ご機嫌いかがでしょうか。山本香織です。さて今日はゲストにラテンシンガーの第一人者でいらっしゃる岸典子さんにお越しいただきました。どうもよろしくお願いいたします。お願いします。岸さんには、はい、昨年の秋にちょっとお会いいたしましてね。そうでしたね、はい、日本ジャズ音楽協会の2020年のジャズ大賞を受賞されました。はい、はい、まあ、コロナのために表彰式ちょっと1年越しになってしまったわけなんですけれども、はいはい、改めまして本当におめでとうございました。ありがとうございます。まあ、それで今回こうやってゲストにお越しいただいたわけなんですけれども、はい、いろいろちょっとお話伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあそれではまず1曲こちらご紹介いただけますか。はい、お聞きになったらきっとわかると思います。My Foolish Heart。Vivir tratando de encontrar
ッシュハートを聴きいただいてるんですけれども、岸さんこれスペイン語ですね。そうなんですよ、あのスペイン語だと、はい、ミトントアモール、かわいい響きがかわいいですね。そうですよね、トントって、ね、本当にフーリッシュな、フーリッシュを本当にトントって言うんですけどもそのままですね。ちょっと可愛らしい感じになってますね。そうですね、この曲をあの実はあの CD に、はい、8年前になりますが、もう9年ですかね、あの入れた一曲なんですが、はい、まあ、あの私としてはとてもあの懐かしい、昔歌ってた、実は歌ってた、英語で歌っていた曲をぜひともやりたいと思ってやったんですけれども、うん、可愛らしいアレンジにしていただきたくて、アレンジャーと、はい、ピアニストのアビル・リュータさんとお話しして作っていきました。まあ、なんといってもあの CD のタイトルが恋の12の料理法、はい、かわいいですよね。そうですか、ありがとうございます。はい、さて、岸さん初めてこの番組にご出演いただきましたので、あのプロフィールをまずお伺いしていきたいと思うんですけれども、はい、そもそもこう音楽の道へはどのようにして。そうですね、はい、あの本当にうん、なんていうか、アルバイトで入ってしまったんですね。アルバイトで、はい、っていうのは、はい、あの美大を出てから、はい、あのまあ、やりたかったあのお芝居の方の仕事に、はい、まあ、勉強に入って、はい、養成所ですね、はい、そこで、まあ、一応、うん、卒業した格好になって、それから、まあ、役者の卵みたいな感じでやって、うん、進撃の、はい、当時は女優さんだったんですよね。まあでも進撃のですから、舞台に出るだけですから、はい、当時それでその時にあのみんなアルバイトするんですよ、はい、でそしたらあのたまたま先輩が、あの養成所の先輩が、岸さんなんか歌えるんだよね、あの明日アルバイトに、あの坂田に、坂田って、はい、そこに行ってっていう、それでアルバイトから歌になってってしまったんですね。そのアルバイト感覚でちょっと誰かの代わりにちょっと入ったら、 それがもう定着しちゃったと。そうなんですよ、やっぱり歌うってこんなにあのお芝居と違って楽しい、まあ楽しいっていうかはっきり分かるん、違って、うん、あの作り上げる時間が、芝居は長いじゃないですか、うんうん、でそれと比べたら、あのその時歌は結構お仕事があったんですね、はい、そしたら毎日自分が舞台に立って、はい、まあ、3分のよく芝居って、歌は3分の芝居とかって言いますけど、はいはい、そういうふうにこう自分をこう出せるところがあったので、はい、それから病みつきになって、という感じなので、あんまりこう、はい、なんて言うんでしょう、それから、まあ、ちゃんとは勉強いたしました、はい、一回もうラテンもその時から歌って違うんですよ。違うんですか。その時が、はい、あのいわゆる、まあ、ポピュラーソングというかアメリカのポップスを歌ったり、ジャズの、まあ、はい、ジャズを歌って、スタンダードジャズを歌ったりとか、はい、そんな感じから入っていったんですよね。じゃあ、どうやってサルサの、あ、サルサ、あの、ラテンの方へ。それはその後、はい、たまたま、こう、いわゆるフュージョンっていう、当時は言ってましたけど、いろんな打楽器を使った、はい、音楽が出てきてたんで、はい、そういうのを始めたら、なんかこう、そっちの方に、行ってしまって、で、まあ、最終的にはあのラテンに転向した格好になります。うーん、あの海外にも行ってらっしゃいますよね。そうですね、あのラテンに転向してから多分きっと、5年後、はい、9年後ぐらいにまた、はい、あの身近なあの修行のための、はい、キューバに行く、勉強に行くっていうのをやりましたけど、はい、本格的にはあの90年から3年キューバ、2年ぐらいベネズエラ、はい、それからあとアメリカっていう感じで10年で、あの日本に戻ってこられたのが2000年ですね。ですね、そうですよね。もう本当にあのもう日本のラテンシンガーの第一人者として、
ご活躍でいらっしゃるわけなんですけれども、いやいや、まだまだなんですけど、いや本当に今日この番組出ていただいても本当に感激なんですが、さあ次にかかってもこちらの曲をご紹介いただけますか。はい、これはこの前やったライブジャズ大賞いただいた時の記念のコンサートの中から、はい、CD にも入っているんですが、ライブ版をお聴きいただこうと思いました。コンティーゴ・アプレンディ、あなたが教えてくれた。コンティーゴ・アプレンディ、アベラルステロトラドデラルナ、Contigo aprendí que tu presencia no la cambio, no la cambio por ninguna. Descubrí que puedo beso ser más dulce y más profundo.Que pueda irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí.Contigo aprendí que tu presencia no la cambio, no la cambio por ninguna. Descubrí que puedo beso ser más dulce y más profundo.Puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que teコンティーゴアプレンデ、あなたが教えてくれた、はい、お聞きいただきました、はい、さて日本ジャズ音楽協会のジャズ大賞なんですけれども、これ受賞されたポイントって何だったんでしょうね。そうですね、本当にそれ多分皆さんがもう疑問っていうか、こう疑問はないんですけども、聞きたいこと、はい、うん、って思うし、やっぱりいろんな方に言うとそういう話出るんですけども、うん、私としては多分きっとそのもちらっともさっきお話ししたように、はい、馴染みのある
ジャズも聴いていたし、子供の頃はもっと、いわゆる洋楽好きでしたから、アメリカのポップスとか聴いてたわけですから、そういうところからすると、別に、自然なことでもありましたし、また、曲の中に、例えば、一番一曲目の、マイ・フーリッシュ・ハート、ミート・ント・アモールとスペイン語に直して、歌いましたけれども、そういうことをアメリカの活動ではやってたんですね。ちょっと、やっぱり、お客様が、スペイン語と英語と半分ずつだったりしましたから、はい、そうすると、やっぱりスタンダード、ジャズのような曲をやったりすると、こう、もうちょっとこう曲、近くなる、はい、お客様と近くなるところもありましたので、ですから、そういう流れからすると、私としてはあんまりこう、なんて言うんでしょう、自然、いつもこうジャズが自分の引き出しの中に、こう、はい、ハートの中にこうあったようなところがあったので、はい、あんまりその、ただそれをこう出しただけっていう感じなんですよね。だからそれが多分その、いろんなことに結びつき、また CD の中にもそれが現れて、はい、私のライブにもそういうことが現れて、それをまあ認めていただけたのかなと思ったりします。はい、先ほどね、恋の12の料理法っていう、はい、このアルバム、これコンセプトがなんかキューバのフィーリンでアコースティックなサウンドで、はい、っていうことだったらしいんですけども、このフィーリンっていう、はい、このそうですよね、うん、はい、いわゆる、一つの言い方はフィーリングっていう、フィーリングっていう英語のフィーリングから来ているという話も、はい、説もあるんですが、定かではないんですが、はい、フィーリンっていうのは50年代ぐらいですかねからあった歌を主体とした音楽ムーブメントで、はい、いわゆるシンガーソングライターの方たちがいっぱい出てきて、はい、アメリカやヨーロッパやいろんな音楽、クラシックも含めていろんな音楽の影響をキューバ音楽とミックスして、取り入れてった運動なんですね。それはもう今でも脈々と続いているんですけれども、はい、そういわゆる一つの音楽運動みたいなことですかね、フィーリン。いや知らなかった、でかといってそれが、だからいろんなものを取り入れてたので、ジャズも当然取り入れたり、多分きっとコード進行とか、多分そういう新しい部分もいっぱいあったんじゃない、はい、取り入れてたんじゃないかと、そのコンセプトに沿って、はい、作品 CD 制作がそのコンセプトだったんですね。そういうところもこの評価につながった。そうかもしれませんね。そうですね。さあ次の曲です。こちらご紹介いただけますか。はい。これはオブセシオン、ペドロ・フローレス・プエルトリコの作曲です。Amor es el pan de la vida. Amor es la copa divina. Amor es largo sin nombre que obsesiona a hombre por una mujer. Estoy obsesionada contigo y el mundo.Es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, se la para mí, para mí. Por la tos del cielo y en el mundo, por lo hondo que esté el mar profundo.No habla una varela en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti.
es time obsesionada contigo y el mundo es testigo de mi felicidad por más que se oponga el destino será para mí por alto está el cielo y en el mundo por lo hondo que está el mar profundo no habla una manera y en el mundo que mi amor profundo no いただいています。さて、はい、この曲ももちろんスペイン語で歌ってらっしゃる、はい、これは、はい、プエルトリコのスペイン語でちゃんと歌詞がもともとある、はい、うん、先ほど昔はそのジャズも歌ってらっしゃったっておっしゃってましたよね、はいはい、その時は英語ですよね、うん、はい、そうなんです、うん、今はもうスペイン語の歌ばかり。そうですね、ちょっと迷うところもあったんですけど、うん、歌いたいスタンダード曲、ジャズの曲があると、はい、スペイン語にまあ、直ってるものもないわけじゃないんですね、うん、探すと。だけどそれが良くない場合もあるし、自分で、うん、信頼できる方に作ってもらって、はい、スペイン語歌詞を、はい、そういうことは今そういう作業を片っぽでしつつみたいな感じですね。結構大変じゃないですか、スペイン語だけでって。戸惑ったんですよね、日本に帰ってきた時に、いわゆるもう本当にネイティブの方たちの前でスペイン語で歌う感覚と、日本に帰ってきて、はい、そうじゃない方の前でスペイン語で歌ってっていうのが、うん、なんかやっぱり距離感みたいなものも感じますし、それで、でもやっぱり自分は、第二母国語のようにスペイン語をこう思ってますので、はい、あとリズムを じゃあ日本語に直せばっていうと、それまた難しいリズムの問題とか出てくるんですね。でそれでやっぱり悩みましたけれども、はい、どうやったらこう理解してもらえるかとか、うんうん、でもやっぱりその結局たどり着いたのがアレンジでできることをやってみようと思って、私の CD の中でもその一番アレンジにこう工夫をして、はい、できるだけその絵を描くように映画を作るように、こう皆さんがスペイン語は分からなくても想像ができるような形を取ろうと思って、ですからアレンジにはやっぱりこう力を入れます。で私がアレンジを具体的にできるわけではないので、案を出して、こういう感じでってお芝居のように拙い説明をするんです。それを全部音楽化してくれる、曲にストーリーを作る。そうです、そうです。あ、なるほど。そうです。あ、はい。さて、ですね、今日最後の曲がもうかかってきてしまって、はい、お別れの時間が近づいてきたんですけど、はい、まずこちらの曲をご紹介いただけますか。はい、これはもうご存知のキャラバン、デューク・エリントンのキャラバンです。はい、じゃあこの曲をお別れの曲といたしまして、はい、最後にですね、岸さんの今後の目標ですとか、はい、展望ですとか、その辺をお聞きしていきたいと思うんですけれども。はい、今年ラテンを歌い始めて40周年になるんですね。その前ジャズやって、その前はお芝居やってたっていうことがちょっと遅れてるといいますか、遅いとは思いますけども40年経ちました。それで、
40周年を記念してということで、今ずっと続けているのりこジャズコンエルネストというプロジェクトがあるんですが、それで、多分きっとその秋にできると思うんですけども、40周年記念をやろうと思っています。そうなんですね、はい、すいません40周年っていうのをうっかり私いやいやもう、はい、考えてみたら40周年だったなっていう感じ改めて本当におめでとうございます。戦いは自分との戦いですから、頑張って いかなくちゃいけないんですけれども、でも本当にもうこれからもずっと引っ張っていっていただきたいなと、はい、ありがとうございます。頑張ります、はい、いろんな挑戦期待しております、はいはい、ありがとうございます、はい、ではですね、このキャラバンお聞きいただきながらお別れしたいと思います、はい、本日のゲストラテンシンガーの岸典子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。テイストリーです。お相手は山本香里でした。それではまた。